カラーもキャラも完璧なミラーマッチ。あーやっべ、いつも逆張りで同じキャラの時は絶対にミラーマッチ用意してたのに、ちょっとミラーマッチにしまった。ボコボコプリンだ。どうもポンポンプリンの父親です。どうもこんにちは。裏三流キャラちょっとずらす、これテクね。ずらすことによって解除される。裏三流キャラ投票第17位です。ちょっと申し訳ないな、今ちょうど VIP から落ちちゃったばっかりで、これヒビップなんですよね。実これスマーフですよ、初回と言っても過言ではない。ちょっと心痛いな。誰今、お前も VIP 落ちるか適正ランクだろうって言ったやつ、ちょコメント書いてください。家にちょっといい掃除機送りますんで、よろしくお願いします。これいい、こういうミラーバッチさ、ボコチの時は一番スマブラ楽しいまでない。道徳の授業受けたことありません。僕は義務教育は当たってーおばあちゃんもいます後ろに。義務教育は20歳まで受けてました。はい、道徳ゼロっていう内申点だけで、東大受かったことありますよ私。これいや決めたかったな。いやードッペル入ってるな。これドッペル喧嘩あってさ、だいたい自分よりもさ、なんだ今のジャンプは、おい舐めたジャンプしてると。下今日の手遅すぎたらこいつ成り代わられちゃうみたいなあるじゃん。ドッペルゲンガーって普通にあれだからね、能力の低いドッペルゲンガーやったら息統合したけど、これがわかるかなあ。 VIP 上がるために頑張ってんだろお前も。ジョリすぎだよお前それ。こっちはね、我がここから時間によった一方通行だよ。おいわかるかこのずらし、もう何やっても死ぬで相手。俺にはねわかる。こっから悪いがな、ここから負けるとかマジないから。俺が虹の番人や。やべえ YouTube 配信者来た、怖い。マジさらされる。結構あれだと思うんですけど、ヨウツメって書いてある人と戦って勝った時に生放送とかしてコメント欄見に行くと大体立ち回り叩かれてない。これ壊しとくと、なんかさ、うわこれ横火一生かりでの正解。こいつの実況者本人は何も言わないんですけど、コメント欄であいつの始まりやばいから仕方ないとか、同じやつはこすりすぎだろみたいな、あと顔ぶせすぎだみたいなことで書かれたガチじゃない、対戦相手に対して。みんななんで勝ちこそうな立ち回りしたと思います。あまね眠るはどう考えても VTuber だと思う。じゃなかったらおかしい。てかプリンじゃないんかい。それか泥酔魔獣バクースカの可能性もあるけど、そうやって待ってればいいと思うんですよ。これ壊します。これ狙えるな。そういうこと、もう誰ベレスのプログラミングした人マジで。山登るよ俺ね。えロッククライミング天眼山登ってもいいけど俺は全然やれるよ。どうさ二度キングで俺は。やめろお前、に一回でこれさ割れないの。じゃあ見てちょっと、あやばいやばい、ちょ頭おかしくないぞ。おぶね、今叩かれて持ってくる。ちょっとどこかしまったけどね。ちょその空への檻はやばすぎる。これ攻撃上がりすれば壊れます。ちょっと知識が浅はかだったか今のは。ドヤ顔で言ったけど普通に今の当たっても、やべえ叩かれれば今の撃つよ。今の上京のこすりはあまりにも安直ではないけどでござるで、ソウルを2こすり半ってコメント欄で言われてるの見えるわ。私には見えますね普通に。てかしずえベレスめっちゃきつそう。自分でやってたと思う。なんかこすってるだけで勝てる。もう僕が横 B と下 B のた、うわそのねディレイ横スマエロすぎグランドもできる人。それでは皆さんせーの、恥さらし。どうも皆さんこんにちは、ラクダの薩摩のコブです。今日はカービィのアルティメットハイパー撃墜通称激痛を見せていこうかなと思います。はい、ベオネッタは味付けしないのが一番うまいので食います。このカービィが正直一番キモいと思ってるんだけど、どうで今回はアイテムを上投げして、そこに上投げでぶつけて撃墜ってのをやると思います。え、この説明2回目何を言ってるんですか。やばい、チビでよかった、チビでよかった。僕の現実の身長は2m50ありますけど、まあ実はこれがね1試合目ですよ。わかります、こうして見た視聴者は何が1試合目か分からずに同じね日にちをループするようになった。第2章8月23日は一緒の日や。8月32日、これが幻の僕の手積み3日目。これ後ろから来るの怖い、危ない。ちょスイカなんだけど、俺スイカゲームってカービィの緑色やばすぎだろ後ろから来てるの。ちょっと待って、避けなかったんですけどね、失望しましたけどね僕。あーんもうちょっと分かってんだけどタイミングやぶれが言ってたと思ったら来なかった。上投げしてぶつけるの普通になきついんだよな。上投げのさ頂点だけだよけどね、頂点で当たるかどうか。俺はこれが本当のブーメランスネークや。ブーメランをフェイクとして使いシャファナパス、テリプリならシャスマッシュくらい平気でやりそうだけど、もうこれかなんか決まるなんか流れが見えないんだよな。スナブラやってる時に明確に勝ちたいっていう気持ちをしっかり持ってやってる人は少ないと思っていて、自分の中の点と点が結び合わせる力、そうひたむきに努力し続けた者のみが私は勝利を勝ち取る。星のカービィだ。どうもちょっとなんかそう傍観すんのやめてもらっていい、冷静に。なんかとりあえず離れとけばいいやっていうね、アンチョビックなゲームはアンチョビットゲームズの崩壊を招くと思う。おい当たれていいか、
ああ、しゃがんでりゃいいと思ってんだ。まあこっちもその気質だけどね、いくらなんでも。こっから行ったんて、もうこういうの多くない？1ストカズヤで1ストはそれインペルダイモンレベル6以上の極刑ですよ。まあカービィだから勝てるんだけどね。ドンキーなら血の波を騙してどうだった。アマテラス南沢危ないよ。タッキュ南沢ファキュー。もうこれ顔色悪い金玉だろ。2個集まったらさ終わりじゃん。もう太古の昔、江戸、いや白亜紀、いや平成初期から言われてるんだよ。丸が2つ集まったらそれはもうキャンタマンが召喚されるって、召喚の儀式と言われてるからね。おい、掴み短えな。どんな腕の目、やばい、これガードすれば掴めるんですよ。おお、本当に掴まれてもらった。今の結構スマブラのにわかではないガチョ知識が出た。取ってしまうんですわな、これだ。ああ、うっちゃう止まんない。体が止まらない。それ貫通するけどね。知ってます？何パーだっけな、忘れちゃったんだけど、カービィってね、ストーンにあのマックスのね、あれがあるんですよ、耐久値みたいな。おい、ちょっと俺にそれくれねえか。上投げしてんだ。これをこのままだと成功しませんでしたら終わるんだけど。そうしてもそう、やち、またちっちゃくなっちゃった。いつもこれ入ってみやった。保健師詐欺だろこれな。地面師の次に入りますよ、保健師詐欺。俺が悪いってよね、今のね。マリオギャラクシーやってる人間はさあ、まずい。マリオギャラクシーの話題やめよう。今の入るでしょ。大丈夫っていう雰囲気を出しながらさ、殺しに来る感じ。こんな日本の闇やってるから、カービィの上京ってバカ強くない？結局これトップオブロマネスクに強いと思うんだけど、2マナマナ加速したいと思います。これ決めれるな。これこの剣一定期間、いや捕まえ、なんだ今、くそ、紫に光ってそこを上投げで絡めたらジエンドなんですよ。なんだ今の、一緒だったと俺。ジエンド懐かしいな。シャーロットに出てくるバンドのボーカルね。オタクすぎてごめんなさい、ちょっと。いやー、もうまた面白いもの来てしまった。この季節になるとそろそろ秋用っていうか冬用の服を用意しないといけないんですと思うんですけど、私、試着嫌いなんですよね。なんでこのブスインキ試着してんねんみたいな。服が来んなよみたいな思われてるんですよ。なんでこの前家の近くのユニクロ燃やしました。やばい、見バレする。ちなみに僕はまた下120センチあります。カービィとかゲッチャ、しゃがめば当たりません。どうせ溜めてくるんですよ。その、やめない、その一瞬なんか冷静に正解を思い出すの。いいよな、こいつらは。服とか着なくて。そう考えたらさ、俺はカービィ上ってことか。天は人の上に作らずって言うけど、それバカすぎ。あーい、パワープロ君消してください。やめない、そのさ、体の形が、なめんじゃねえぞ、お前。もうやめてくれ。もう何もでうまくいかねえや。体の形おかしいからさ、横、バッタだったけど、当たり判定バグってるよ、どう考えても。ただ、後ろに飛んでるって時点で、システム的にはおかしいんですよ、これ。こう置きます、ここに。で、危ない、自分が入るとこあった。やべえ、ガム缶でいい？キシリトールの甘いガム。あれ、期間限定で1種類増えてるって書いてあるんですけど、知ってます？その期間限定が、冬から、じゃない、秋から春なんですよね。長すぎない？冬だけ取れないガムがあると思うんですよ。バンジーガムや。おー、危ねえだ、今6じゃなかった？いや、ビリビリってなかったか、違うか。あぶねえ、今。こいつ、撃ってくるタイプか。おいおい。あ、そう、金返せるだ。やべ、何もうまくいかねえ、この決地点。ダメだ、これ。だってもう、100対7よ。もうこれ、なはんかんめ、乗っけたら美味しいんじゃない？どうみんな。僕はね、キムチが一番好きです、アタッチメント系は。だと思ったよ。そんなんね、分かってんだよ。もう跳ね返して、殺しちゃおっかな、みたいな。そういう魂胆の時代は終わったわけ。わかる？どこバレ。なんか、身バレみたいな。実質俺のミラーマッチみたいなもんだな。上から行きます、これ。これ上から行くとね、でけえな、判定が。で、ハゴいた俺。どうなってんだよ。一旦これ守、あー、うわ、でっかい目で見られてる。勝負だ。シュッ。中身来ましたね。メタナイトの。メタナイトの顔見たことあります。カービィと、なんか本当はどういう関係かしないんだよ。おい、エンジョイやぞでや、ダメだよ。エンジョイやぞと言ってる人はコンボ禁止ですからね。わかりますか？くす玉、金玉来た。金玉ぶつけ。これで融合召喚できる。メタナイト、ちょっと、見せるか。メタナイトの、ウルフマーン、これは立ち上がれないぞー。なんか自分で言うのもあんだけど、お、なんかこういうのなんか上手くないか。ああいうのばっかりなんだけど、なんでそんな奇跡的に同じ場所にボムが起きる。ちょっと見てるか、こっから逆襲を。置いときます、これで。あ、ダメなんだ。いやい、メタナイトの逆襲2020を見せます。メタナイトの同人誌だったら絶対メタナイトの逆レイプになるよね。そう思いません？メタナイトとカービィのカップリングありそう。何が彼女お借りしますよ、お前。彼女お貸してくださいだ。やばい、取れ、待て、結構育ち切ってる。ナイス、壊してくれたなら丸々水産ですわ、いくらなんでも。
エンジョイ勢やぞっていうことによってさ、自分のさ、なんか身を守ってるの、それダメだよね。エンジョイ勢だから、なんか何してもいいみたいな。エンジョイ勢だから負けてもいい。そういうことなことじゃないんですよ。日々みんな、人間ってのはガチとエンジョイの間なんですよ。なんか切れたんだけど、今俺当たると思わなかったわ。普通にこれって意外と当たんないんですよね。なんか強そうに見えて。メタナイトのさ、カービィに対して、結構掴みを入れるってこと、来た！これがメタナイト JK の姿です。どうもこんにちは。メタナイトはね、毎日毎日ね、日々ね、スカートをね、言われてるんですよ。生活指導の出てる先生にね。こっ。あー、すごい！今、上のさ、あれ、なんだっけ、爆風で今、なんなんさっきからその、ギリギリやってくるやつ。ギリギリでいつも生きていきたい。トルネードでも戻れる。おい、またお前か。お前、体力性って何やねん、1ストップで。あれ、こいつ違うかな。同じじゃない、違うのかな。さっき、ゲッチのなんか、まあいいや。いけ、ガチでやっていいし、俺。ちょ、黙れよ、マジで。どうよ、これ。真剣にやればね、ちょっと待って、喋り始めてよからな、俺。よくやれるからな。俺は強え見たが見てよ、コメント欄で。俺はな、強えのがいいんだよ。ミシェル強いってところ。なんでやねん。今の下、引っかかるだろ。あ、ばい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 。まあ、冷静が一番だから。意外に刺さるよな、横尾。はい、3回目と。今までね、今までわかります。うわ助けて、お母さん危ない。タコの怪獣に巻き込まれるところだった。これフェイクのメタナイトは、せっかく5回ジャンプできるんだから、使った時2段だとか4段だとか、そういうのでずらすのがいいんですよ。見るがいい。あれ、上にしか判定ない感じなんだ。知らんかったな。でももう見てください、38番。ああ、楽勝だな。まあ、真剣ならばこのままですからね。最後は、どうやって殺してもらう？見てこの顔立ち。もうやる気満々だからね。マリオカードだと思ってんだけど違うのかな、ほぼ俺。レーディーで貯める。100メートルで習ったこと。なんで？ちょっと待って。あ、なんだ？お、なんだ？これは、あれだよ、ジャンプ、隠すみたいな。お、めっちゃマリカーやん！バランス取る。早いこれ。あ、すごい。なんだ？ヘルピップアウト。ピップマグネループ的なそういう話？おいって回るんだけど！何来る？キラください。な、やばい、ソニックになっちゃう。横スマ強くなっちゃう。崖下になっちゃうな、これ。キノコか。なるほど、そういうことか。だと思った。足が速くなってる。ちょっと待って、マジマリカーかも、これ。ちょっとね、腐っても私、マリカーの冷凍、1万あったから。1万、まあ、500時間で食べてるから、そのぐらいやってるんで、うまいっすよ。あ、やばい、来た。で、どっからスペシャルド使いたいっすよ。ここ使うか。エキセントリック、は？何が速いか分かんないんだけど、ちょっと。やばい。結構集中しなきゃいけない。あ、マリカーってさ、慣れてるからさ、あんなによく、アイサンダーボルテックスです。これ速くなる？変わってるか、これ。あ、やべ、ジャンプ進んでるから、これ通らなくていいな。やべ、喋れない。マリカーってあんだけなんかさ、慣れてるから喋れてるんだってさ、なんか慣れてないゲームのレーシングゲームってこんな難しいんだ。容量分かる？なんか、ウノモの8割。で、サノオの2割は今、モンストしてます。違うゲーム叩いてるんで。いけ！スターのスピードよ、これが。もう何がスターだか分かんねえけどさ、俺。このビームに当たんなきゃいいってことは分かんねえ。俺バカだから分かんねえけどさ。それで障害物だけは当たると遅くなって分かんねえね、俺。ちょ、俺言ってたから、藤原豆腐店も。おいおい、インから抜かすなんてバカなこと言うな、みたいな。それ、シンコじゃねえか言ったの分かんねえ。覚えてねえけど。はえな。やっぱスピード、来た！これが、スピードのゴンゲ。どけってんだよ、お前マジでよ。いつも言ってよな。俺が通ったらどけって。来た、これ。待って、後ろが見えないのやばい。なんで自分の位置に飛ばすしかわかんないの。これバージョン 1.01 の弊害だ。ゴールじゃないこれ。やばい、ミスった。来ないで。お願い、後ろ近。あ、すごい。実戦開始ですよ、顔。楽勝じゃん。しかもニューレコード。うわ、気持ちいい。これで、気持ちよくドリームシューティングいけるな。よし、行きましょう、ドリームシューティングしばきに。